1897年11月に、北海道カバト群ウラウス村に建設された日本、キリスト教ウラウス会の新海道、元国会議員で、北海道ウラウス村開拓の創始者である、竹一安成坂本龍馬のおいで、竹一の名友坂本自家竹一亡き後の聖縁教会を支える後の日本、キリスト教会牧師聖縁教会は、北海道カバト群ウラウス町にある日本、 キリスト教会の教会である。1892年秋、クリスチャンで、竹内随山の親戚の自由党大義士、竹内安也は、北海道の開拓用地払い下げ問題の財務調査のために、北海道に渡る。親戚で名優の坂本直観が、叔父の龍馬が、明治新前から北海道に着目し、貿易の拠点にするはずであったという話について、竹内は、 坂本とい、竹市が広大な石狩平野を見たときに、今こそこの地に新しい故郷を作ろう、カナンの地を作ろうと決意し、北海道への移住を決断する。石狩平野から札幌に戻り、北海道町の北垣国道と愛用地取得について話をする。北垣もかつて龍馬の名優の一人であったので、話は簡単にまとまる。 竹市は北垣より石狩川の北辺の地を進められ、裏薄内の札的、番政内、木な薄内、お札内の払い下げの申請を行う。高知へ帰郷した竹市は、高知植民会規則を作成し、北海道移住者の募集を始める。すると、坂本忠史官をはじめ、板垣大介、肘方久本、谷田敵、福岡皇帝、片岡健吉、そして、 旧都佐藩主三内から有力者たちが共産者になり北海道移住が進められた。1983年竹市は移住のために国会議員を辞職し、7月に竹市を含めた第一次移住者27名は高知の裏戸から保船で北上し、陸路は炭鉱基船の貨車で峰延まで行き、そして徒歩で7月13日、浦臼うの殺敵に着いた。 竹市はここを聖園農場と名付けクリスチャンの理想郷の建設を開始した。また、高知移住者に以下の制約を示した。掘ったけ小屋を祈りの家として開拓移住民の信仰的指導訓練のために礼拝を開始する。その年、10月に日本キリスト教会をたる教会牧師向小太郎により9名が受選する。1894年春には、 第二次移住者が入職したが、その年の12月2日に、第三次移住者募集のために高知に出かけた竹市が、ウラウスに戻る途中に、生官連絡船内で、脳一血のために休止する。1895年1月27日に、日本キリスト教会宮城中介への加入が許可され、日本キリスト教会声援講義所として発足し、初代牧師、福井ステスケを招聘する。 13名が洗礼を受ける。また、児童教育が開始され、現在の浦ウ臼ウ小学校の前身になる。1897年11月に、浦ウ臼ウ沼の北岸に新教八1898年未曽有の大洪水により、多くの者が家を失い教会員数が減少する。1899年には、福井牧師も家を失い、札幌に転任し、無牧になる。 1899年以降は、青山純次郎、光、小太郎、坂本直勘、GP ピアソン、ディータムソンらの応援により礼拝を継続する。しかし、1907年に殿堂教会になるが、1916年以降には、青山純次郎が就任する。次に、秋山俊一殿堂師になり、1921年には、八代正地が主任牧師を迎えて、 独立教会になる。1923年に教会を再建する。1931年には、土井達夫。1938年には、土井達夫の妹である、土井栄子を牧師として迎える。1941年に、日本キリスト教団に加入するが、1951年に、日本キリスト教団を離脱して、日本キリスト教会に加入する。 1992年3月が広報人ウラウス声園幼稚園を閉園する。1993年に伝道開始100周年を迎える。2003年に伝道開始110周年を迎える。ありがとうございます。